はい、どうもポテモス協会でございます。というわけで、前回の最後にぶち殺されたなんかの黒い忍者みたいなやつ、あいつのところにやってまいりました。いろいろと散策して、いろいろと手に入れて、いろいろとスキルアップした、セキロさん。はい、まあスキルとか結構やりますよ。スキルとか結構も取りました、いっぱい。取りました。で、なんかね、いろいろ回ってたね、このね、仕込み傘とか、いろんなものを、なんかこういうの、サビ丸とか、仕込み用の仕込み傘っていうのをね、取りまして、やってきておりますが、まあ、こいつ昨日喋ったな。これをね、これを、どこや、どこにあのおった、ここじゃねえか、この先か。この間、壁際で全くアングル見せてくれへんかった、あのバカタレを、ぶち殺しやろうかなと。あいつやー、よし、一回行きます。やばかったら、逃げるかい。おい！やめろ！危ねえ！飛んだら、いきなり失敗した！やめてー！助けてー！助けてー！帰ろ！よいしょ！おい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 、なんでやねんお前、こら、お前やっとけや、ちゃんと。はい、上がってくる。いや、さすがに上がってこへんでしょ。あいつ持ち場あるでしょ、ここの。あいつの持ち場ここでしょ。めっちゃ音楽鳴ってるやん。あいつこの間絶対勝てたのにな。よいしょ、よし、危ねえ。あいちょ、よこいよ。はい、2回攻撃ね、基本的に。あぶれ、あれ何、いきなりやれた。何なそれ、何それ、ちょずるいぞそれ。それはずるいわ、ちょっとそれずるいな、ずるくない、今の技。今の何が起こったか分からへん。ちょっと一旦体勢整えよう。危なくなったらこれ体勢整える。あ、満点、体力満点だ。あ、使ってもらったいね。え、何それ、手裏剣一振り。え、いって、おい、見えねえ、おい、何、なんでかわせへんの。え、なんでかわせへんの今の。ガードでずっとしてんやけど。おい、危ない、やめろ、よいしょ、間違えた、間違えた、間違えただけやん、ちょっと、やめて。あ、おい、なんで印刷できねえんだよ、お前、おかしいだろ、お前、どう考えても、印刷させろやろ、あれよ、また印刷できねえ、どういうことだよ、なんで印刷できねえんだよ。あれ、回せなかった、じゃ体力できパーティーさせるや。え、何、何、何、なんだよこれ。ずれ。ちょ、何それ。ちょ、見えない。ここのアングル終わってんな。なんでこんなにも見えねえかな。ちょ、離れ。ちょ、回復させて。あ、違う、え、おい、なんで石になってる。ちょっと。やめろ。もういい、帰れ。危ないわー。いや、今の調子じゃダメ。帰れるだけありがたい。ボケー、こらよいしょ。見えねえ、なんだよこの白いもやなんだよ。たちょ回復させろよ。わあ、何それ、死ぬ、危ねえ、ちょ回復させて。ちょ、やめろ、あかんあかん、これ竹亀ダメだわ、竹亀でえらい目に遭う、竹亀してたらえらい目に遭うわ。
あ、ちょ、なんかタゲカメシンは、ま、向き向かねえぞこいつ。ちょっとひどいなひでえなこれ、ひどいなこいつ、めちゃくちゃやりにくいんやけど。おいた、ずりぞ、おいってすんじゃねえよ。見えない見えない、あが無理だ見えねえ見えねえ、この狭いとこえぐいぐらい見えへんわ。なんかドヤ顔で帰ってっけど、お前さ、こっちは見えてないんやからな。ここでかろうじて一回だけやるだけマシ。あ、やめた。痛い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 、もうすーげー一瞬だな、すーげー一瞬でやるな。あぶね、ちょ見えねえ、ひどいアングルだ。あべ、見えない見えないやん、もう完全見えてないやつやんこれ。危ね、完全に見えてないやつやこれ。おい、あ、ちょっと待って、いいこと考えた。高速なパテモソ今見つけました、攻略法を。ここジャンプして上がっていくときにやっちゃいんやねこいつ。さあ来い、いやいや、ずるいぞそれ、手裏剣とか投げてくんじゃねえよ。いいよ、はい来いよ、宝石でいいだろ。ちょ待って、あ、助けて助けて、おい、古速対決や、こうなるや。おい、ちょっと見えねえ見えねえ見えねえ、おいバカバッキやろこの野郎、ここだよ、ちょ後ろ向け、早くこれだよこれだよ、降りろバカ、誰降りろって、何してんだよバカ、降りんだよこの野郎これの繰り返しだよこいつは。もう、あ、痛い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 、助けてー、ちょ上がるって早く、危ない、これだ、よっしゃ来たまた来た、よし、おら危ねえ、よいしょ、おいおい、上に行った、ちょっと手裏剣やめろ、あだ、助けて、ジャンプジャンプジャンプ、バカ野郎おらおいよ、あと あいつジャンプしてても一応ちょっと攻撃してんだよ、こつるいやつだな、弾薬、よしよし、待っといて、ちょっと待っといてよ、俺が回復するの待て、あっ、あっ、ちょ、ずるずる、それはずるいって、あ、それずるいって、それはずるいって、助けてー弾薬弾薬、帰ろー何聞くんだろう、手裏剣、爆竹、爆竹バネ式、バネ式、皮膚傷つ、品種か、火いいかもしれんな、もしかしたら火効くんじゃない、あいつ何気に。はいや、あぶれ、うわ、もう死んだ、早っ、もう死んだで、早で、ちょっと待て、ちょっと、わ、ちょっとずるい、動きが、動きずるい、見えへんし、このアングル戦えんの普通の人。ファイヤー、ファイヤー。炎上、炎上、炎上。あ、死んだ。早っ。ダッシュで死んだわ。ちょっとや回復させて。いっちゃえ、後ろからずりどんやろ、回復させろっつってんだよこのクソが。
アングル悪いわ。ちょいちょいちょい、ずるいずるいずるい、ずるいわ。おい、バカ、何してんだよ。全然動かない。回復させろ、早く回復。もうもうだるい、見えへん。アングル頭の上とかなんじゃねえよ。後ろからのアングルでしっかり映せや、このゲーム。燃やそう、一旦燃やそう、燃やしてやれ、炎上。これ効果あるぞ、これ効果あるな。気弱いなこいつ。いけるんじゃないこれ。回復。おい、それやめろ。なんかわからん、なんかわからん、消えんじゃねえよバカ。ちょ、見えない見えない見えない、ボケ、見えへんわ。あれ、ボタン間違えた。ちょ、もうなったよ。ハメ技にも程があるぞこれ。もうあんのに。ちょ、回復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 させろ、ボケこれ。やめろ。ちょ、もう反対向け、ボケ。ちょ、ボケ、見えへん、ガングル、アングル、クソ、アングルがゴミ、ほんとゴミ。死ぬ、アングルゴミだわ。アングルが終わってる、ちょ、アングルが終わってる、ほんとに終わってる。もうちょっと言うこと聞け、このアングル。よしだ、終わった。ふぅ、火だったね。クソだったわこのアングル、終わってるわ。はあ、アングルが終わってた。ダイソン。もう二度とやりたくない。ここやばいアングルやな、これ。なんなんこのアングル。やっぱ炎良かったな。火だね、火だわ。よしよし、エステローってとき来ちゃってんけど。はぁ、えらい目に遭った。もう、戦闘として成り立ってないよ。こっちでいいんかな。なんかヤバそうな音してんだけど。あいつ大ボスではないか、中ボスなんかな。え、なになに、なんだよこいつ。これどこやる、やめろ、おい、ちょ、ドックやめろや。なんで、ちょ、ドックやめろや。なんか使った方がいいのこれ。いや、使おうか。所持品。毒消し子、これでいいんかな。どっちがいいんやろ。他の毒をすべて、毒消し子でいいでしょ。はい。もう持ってねえけど。何これ、やば、なんかやばそうないんだけど。何あいつ。あかんやつやろ、あれ。あかんやつじゃないの、これ。もうまたボスと、なんか、あれ、仏ねえのかよ、仏。仏いるだろ、どう考えても。仏ねえのかな。仏あるでしょ、こんな時来たら。普通。仏が見えたら行ってもいいんやけどな。でも、行かれたやつやん、どう見ても、こんな。どう見ても行かれたやつやろ、これ。殺されるでしょう。8切れそうなやつ、めちゃめちゃ金もらえるやつやん。8切れそうで5億ぐらい。あった、仏、仏様様、仏様。よし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 。よし。で、随分でちょっと、片白、ちょっと、贅沢に使ってしまったから、
いけるだけ、いけるだけ買っとこう。よし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 。とりあえず、仏。仏で、スキルは無理ですけども、身体能力上昇させないの。4つも持ってないよ、まだ。これ何個持ってん、術。まあ、2つか。やばいだろ、あいつ。上から一応印刷できそうなマークはついとったけど、いや、まだ無理でしょ。無敵？あ、違うんや。誰お前。対馬？老けた対馬？かすかに。だが、わしにはわかるぞ。何がやね。何がまるで、誰かを呼び、泣いておるような。もしや、このわしを。大体こいつら喋りがスローで読むのめんどくさいんやな。聞こえるぞ。なあ、教えてくれ。何をや。わしを呼んでおるのか。お前いい声かけとんやからそらすやろ。ああ、忍び殿か。忍びですけども。音をたどり、ここまで参り申した。何の音を。ほら、かすかに風に乗り、この先の穴底から調べが聞こえるでござろう。全然聞こえてませんけども。何も聞こえぬ。だよね。聞こえないよね。そうか。わしにだけ聞こえるのか。そう、お前、幻聴ってやつじゃない、それ。いわゆる幻聴でしょ。務めなどもうよい。あの調べを追わねば。なんだよ、もう行かれてんだよ。あの調べはわしを呼んでおる。そんな気がするのだ。そうかい。なんやねん、なんなん。って行かねば。なんだよ。どう。知らねえよ。さようでござるか。では放っておいてくだされ。ここで一人。耳を傾けていたいのです。いいよ、肩知るものってこと。その代わりなんか鳥居があんやけど、何これ。こっちになんかボスがいいんちゃうやろ。なんかあるけど。え、ババア、お前さん、いなげされるのかい。いや、そんなつもりもとないけど。なんだとそれはなるよな。砂の底に行きたくば身投げをされるわ。飛び降りろってこと。まだ俺城も行ってないんやけど。あっちじゃ、じゃねえよ。そこはあっちじゃ。あっちかもしれんけど。いや、俺まだ、俺一番、もうまた来てすぐそこね、城入った思ったら城じゃないとこ来てんやけど。懐かしんで来たら戦闘になっただけねんけどな。いや、もう飛び降りる？いや、もう帰ってこれへんなったら嫌やな。でも帰ってこれなくなるのが一番嫌やな。ちょっと待って、俺城見たいんやけど。城に行きたいんやけど、俺。あいつちょっと、やってみっか。上上がれへんのかな。上がれる。上から印刷くらしたのか、あいつ。何がやろ。ちょっと待って、これ。なんかいるぞ。なんかいる音したんだよ。あ、トカゲまた。もうトカゲだるいんやけど。トカゲだるい。いや、これ、どこにすんも、手裏剣でしょ、こいつは、どう考えても。ああいう奴らには。手裏剣。お前らみたいなやつは、あるでしょ、絶対に。手裏剣。お前、もう一回行った？ちょ、無駄に使わすなぁ。これ、火薬だったな。よかったな。加算にしよう。あいつ印刷ぶちかませんじゃねえの。え？え？怖いってなってる。なんなんだ怖いって。いや怖いけど。おい、勝手に持って帰る。七面無視。なんだよこれ。おい、そら死ぬだろ。逃げよ。え、トンズラできねえの。トンズラかませねえの。やめろ。
ちょ、やめて。お願い。ちょ、助けて。帰りたい。アイテムでもどこ。よし。アイテムでもらえばいいっしょ。なんだよこいつ。帰らせろ。怖いってなってる。ちょ、アイテムでも持っていこう。帰らせろって俺を。いてててて。帰りたい。帰らして。ちょっと。ちょ、やばいやばいやばい。死ぬー。もう。意味がわからん。なんかこれ、妖怪に対してなんかアイテムあったやな、そういやな。なんかまだ俺、ちょっと来たらあかんとこのような気がすんな、これ。いや、もう帰ろ。もうええわ。俺帰るわ。ちょ、城行くわ。城に行く。仏渡るわ。あ、間違った。仏で渡るもん、俺は。あ、その前に、もうええわ、仏で渡ろう。ここね。じゃ、いろいろ行ったんやけど、いろいろ行ったんですけど、ちょっと俺が行ったところを見せて、ちょっと今回終わろう。俺ここ行ってんってやつ、あの散歩してて。ここね。もうここで、今回もう、まあ、見どころもないですけどね。俺が行ったところを見せるだけやけど。あ、そうそう。こいつ喋ったな、この前な。こっからね、行ったんだよ、俺。散歩してるうちに。でね、そこにね、厄介な、結構ね、厄介なやつがいいんだよ、ここ。そこやったかな。この下やったかな。めんどくせえのがいいんだよ。ほら、いるでしょ、こいつ。こいつめちゃくちゃめんどくさいのよ。こいつ。飛んでくんの、これ。手裏剣投げたりさ、なんかめんどくさいことすんだよ。で、あそこにまた一匹いんだけどね。ちょ、始末していこう。途中から始末にね、追えないぐらい大量に出てくんだよ、こいつ。アイテムあそこあるやん。あそこになんかアイテムある。欲しいな。んでね、そこにでっかい建物があるんだけど、この建物の向こうの方行ったらね、あの、この建物入れたの。で、ここもちょっと、上まで上がらないとダメだ。ここね。ここに、あ、バレた!あー、こいつめんどくさいんだよ。やめろ、もう。来るな。気のせいや、お前。見つけんじゃねえよ、俺のこと。じゃ、ここ3匹ぐらいいんだよ。あ、行く、大丈夫、大丈夫。こいつ厄介な、手裏剣投げてきたりさ、なんかさ、連続渡しよんの。クソでんだよ、このカラス天狗みたいな、こいつ。よしよし、OK。でね、あそこの2匹はね、もうね、倒してたらね、アホほど組んで、ほら、手裏剣投げてきたら、あいつ。でさ、もっとめんどくさい奴がいて、あそこ見える?上の方にタコ飛んでるんですよ。あそこからね、突っ込んでいきよんの、ドラゴンボールみたいに。あいつがね、すげえやばいのよ。あれ食らったら一撃死やったような気がするんだよな。で、この建物の裏手のところから入れんだよ、確か。もうダッシュしかねえんだもん。落ちた!落ちてもうたから。まあいいわ。あ、落ちた!危ねえ。落ちたわ、もう。何してんだよ。ちょ、バカやってんじゃないよ。回復しよう。いや、こいつら、もう、ちょ、もうどっか行けや、はよ。ちょ、ジャンプしくったわ。いや、ちょ、あいつ、あそこの一匹向こうから行くから、ちょ、それまで待って。はよ、行けや。はよ、行けや。もう、一人で、あー言って飛んでいきよんだよ。もう、そいつがね、もうなんかすげえね、ドヤ顔感ってムカつくんだよ。あ、落ちた!いけた、よし、生きていけた、よし、ダッシュ!ここからダッシュ、ダッシュ。でね、こう行くよ。おい、こうやって来んだよ。ほら、これ、ほら、一撃でやる。あ、うわ、耐えた、一応耐えた。おい、痛いらしいんだあんだけ食らうんだよ。今、わざと食らったわけじゃないけど、ガードするつもりでいたんやけど、ガードするつもりではいたんやけど、で、危ねえ、あ、ちょ、おい、バッキャー落ちた、バッキャー落ちた。もうこ、痛い、ちょっとしくった。しくったわ。あそこの裏手なんだよ。
帰ろ。あれ仏の何でもいいよ、帰れ。トカゲ行くから。おい、もうこれだ、やめろ。おい、死んだ。おい、死んだやんけ。ダイソン、ダイソン、よし、走れ走れ。で、走って飛んでくから。ほらほら、ムカつくでしょ。よいしょ、これしなきゃいけねえんだよ。ちゃんとやっとかないと。あれやらないとめちゃくちゃもらおうからダメージ。ここから行けた、こっちやったっけな。ここほら、これ、これ、ここ。ウォーじゃねえよ、お前。ウォーウォーってないとか、これももう刺すところね。はい。オッケー。でね、ここ入って、で、ここにね、アイテムがあったのね。んで、あの、俺が知らぬ間に行ってですね。んで、ここにね、一人ね、やばそうなやつがいいんだよ。なんかあの、おとなしそうな侍みたいなのが。どこ行った？おとなしそう。あ、バレるやん。よく気づかなかったな、あいつ。バカなんか。こいつ結構意外に気づかねえんだよな、バカで。でも、ちょっと戦ったけどな、強かったんだよな。でね、ここ俺飛び降りたの。あちゃあちゃあ危ねえ。ほんでね、こうダッシュしていって。うなったん、こんなん取ってねえわ。これ取った記憶ねえな。これこうやって出たの、ここ。これ出ちゃったの、こうやって。これ出てねえ。ほんで、今度槍のやつがいてさ、もうこんなんも全部無視していって、ほんでもうとりあえず走ったんだ、俺は。俺はそうして走ったんだ。で、ここで、これやって、で、これでセーフ言うて、ほんでね、あの、前回黒笠のなんとかって言ってたやつが俺見つけたのよ、それ。どこやったっけな？この辺のね、家のね、屋根が開いてるとこにいたんだよ。ここじゃなかったっけな？あ、これこれこれ。これこれ。これ。こいつ。よう、おめえか。うん、この間来てね。ほんで、こいつ。また何か。でね、こいつから俺はね、あの、この、金城鉄壁と、このなんか、ようわからん、これもらいまして、買いました。噛み締めてなんなん、これ。なんなん。侍を誇るためにジバスが、忍びには、すめが死ぬことは必要だ。なんなん、これ。毒？なんでこれ死ぬの？改正使用制限は生じない。自死から改正後、どういうことな。なんなん、これ、ええやつな。30円やけど。自殺よ。まあまあ、とりあえず。あばよ。あばよ。柳沢慎吾か、お前。まあ、こんな感じでね。はい。行きましたと。さ、ということで。よいしょ。はい。というわけで、次回は、まあ、どうしよう。一旦ちょっと仏渡りで、俺ちょっと行きたいところがあるんだよな。まだ行ってないところ。行ってないところがあって、それが、この真正面、あそこ行ってねえんだよ。次回ちょっとあそこ突っ込むか。はい。というわけで、パテコス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。